おいゴン。やあキルア。何をしとんの？おいゴン。おい笑える。クレナチャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。クレナチャンネルです。本日はですね、ハンターハンターヌードルストッパーフィギュアゴンキルア開封レビューしてみた。よいしょ。待ってました。ハンターハンターだけに密かに待ってましたということなんですけれども、いやこれはね、皆さん期待してたんじゃないでしょうか。5月登場のヌードルストッパー、まあ、特にねキルアの方ですよ。うん、僕は個人的にはこのキルアがね可愛すぎる、キルアが強すぎる、キルアの顔面が強すぎるということで、ゴンもね可愛いですよね、めちゃくちゃ可愛いと。でね、僕はね現状ハンターハンターのフィギュアの一番くじのデイオブディパーチャーのフィギュアフルコンプして持ってるんですけれども、でもちろんねキルアとゴンも持っております。でそちらとね、ちょっと今回はね比較もしつつレビューできたらなと思っておりますので、ぜひね最後までご視聴よろしくお願いいたします。キルアファンはぜひゲットしてほしい、ゴンファンもぜひゲットしておりますでですね、今回はねエブリデイ玉の国店さんではなく、まあエブリデイさんのも撮ってきたんですけど、撮ってきたんですけれども、今回はね攻略動画の方はですね、初めてちょっとお邪魔させていただきました。新店舗ですね、町田の方にできております、ラウンド1クレーンゲームパーク町田ジョルナ店さんに遊びに行ってみました。ちょうどねオープンから1ヶ月くらい経った店舗で、まあ店内も綺麗ですし300台近くあるらしいので、結構楽しそうなゲーセンだなと思いました。まあね、橋渡し設定がねあったので、そちらでねハンターハンターのキルアとゴーちょっと撮ってきましたので、まずはね攻略動画の方見ていただきたいと思います。それでは攻略動画の方行っていきましょう。クレナチャンネル。しかもね、手前滑り止めないのがあるんで、ワンチャン釣り上げとか狙いますね。お、これめっちゃ有料じゃね。側面から回す、どうだ側面から。ほら、これ奥も滑り止めないのが乗ってるんで、手前にアーム入れてあげます。滑らせろ。オッケー。ヌーストアリアの横になりすぎちゃうと多分終わるんで、それだけ気をつけたいですね。オッケー。いいと思う。繋いでます。これで暴れ。よし。あげちゃおうか。上がってきた。ヌーストなんでね、ちょっと暴れるのが心配です。オッケー。あ、マジ？マジ？オッケー。いや。そこ粘るのか。なるほど、まあ、次右で落とし切りたいですね。あーでもこれで上がれ、上がれ、よいしょ。 OK が出ました、よいしょ。 OK が出ました。あとキルア取りましょう。やった。キルアね、めちゃくちゃね美女いいし、かなり造形良さそう。造形というかちゃんと顔の造形がめちゃくちゃいいんで、これは人気出るでしょう、間違いなく。場外落としいけそうなんで、できればね、横から沈めたいですね。できれば。あ、通常パターンですね。ちょっとね、こっちに寄っちゃってるんで、ブースの移動幅的にも、この位置で沈めたいですね。OK。激落ち。できれば左パーティーしくらいがいいかなと思います。もうちょい寄せれたか。もうちょい寄せてもよかったか。もう死ぬやつ寄せればいけてない。ラウン激アツやん、町田ラウン激アツです。あ、ミスタ、これミスタ。ちょうどね、下角、沈んでる下角よりもちょっと手前くらいにアーム下ろしたいと思います。ただ今回はこれ下降停止入るんで、際どいとこ持ちすぎちゃうとちょっと危ない、ちょっと危ない、ちょっと危ない、ちょっと危ない。 OK やりました。ちょっと危ない、ちょっと危ない。 OK やりました。釣り上げですね、決まりました。キルアとゴンゲット、これね開封リビューします。お疲れます。クレナチャンネル。というわけで攻略動画の方いかがだったでしょうか。もう爪がね直立ですよ、あんな直立な爪久しぶりに見ましたよ。手前と奥のバーにね滑り止めついてなかったんで、まあ、結構いろんな攻略狙えるんじゃないかなと思いましたね。パワーも結構入ってたし、まあ、あと橋幅もねそんな狭いわけじゃなかったんで、まあ、取り方さえ分かっていれば結構有料設定なんじゃないかなと個人的には思っております。いや、ラウンド1熱いですね。楽しい設定は楽しいと、きつい設定はきつい設定、それをねいかに見分けるかっていうのが大事なんですけど、まあね結構有料設定だったなと個人的には感じました。それでは開封レビュー行っていきましょう。まずはね、ヌードルストッパーフィギュアゴンから開封していきます。あのヌーストはねマジでね、フィギュアに対してね箱がでかいんで、めっちゃカスカスカなんですよ。見てください、ほら、これは難しいですよ。これは攻略やっぱ設定によっては難しいですね。一応裏面重心ですね、一応裏面重心でちょっと下重心でも中身はちょっとだけ固定されてますね。
動きはなさそうですが、下重心か上重心かって感じになります。フィギュアの軽さ自体なんてめっちゃちっちゃいな、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 これびっくりするぐらいちっちゃいな。一瞬ガチャガチャの景品かと思いましたよ。というわけで開封しました。いかがでしょうか。めちゃくちゃちっちゃい、めちゃくちゃちっちゃいよこれ。どんだけ小さいねんっていう感じの小ささですよ。これがヌーストかと。ヌーストでももうちょいサイズあったやろっていう感じがするんですけど、めちゃくちゃ小さいです。まずサイズからいきますか。小さすぎてびっくりですよ。サイズがですね、もう超ちっちゃくて13センチですね、一応全高が。ただね、ヌーストなんでこうね、座っておく感じになるんで、座っておく感じになるんで、もう本当にもう高さで言ったらもう5センチ、7センチくらい。めちゃくちゃ小さいです。本当にもう手にね、すっぽり収まるくらいですよ。こう、手に乗っかるくらい。もうなんか可愛いよね。なんか小人の妖精みたいな感じになっちゃいます。なんですけれども、まあ、フィギュアのクオリティとしては悪くないかなという感じがします。まあ、ただですよ。ただ、やっぱりね、ゴンのプライズ、今までだとね、バイブレーションスターズだったり、あと一番くじでも、デイオブディパーチャーでね、マスターライズ出てますけれども、やっぱね、顔のね、表現というか、難しいのかなと。まあ、原作のね、一応画像。まあ、新作の方ですね。旧アニメじゃなくて新作の方のゴン出しますけれども。まあ、ちょっとそれとね、表情を比べてみると、まあ、完璧とは言えないかなと。まあ、めちゃくちゃ完璧とは言えない。まあ、髪が特徴的っていうのもありますし、まあ、ちょっと難しいのかなという感じがします。で、あとはですね、造形面ですよね。造形とか塗装の面見ていくと、髪の毛ね、若干ね、陰影塗装入ってますね、若干。若干陰影塗装入ってて、ちょっと濃いめの緑になっている。で、ちょっと塗り分け、先端の方がちょっと明るくなってるっていう陰影塗装というか、塗り分けが入ってるっていう感じになってます。で、服に関してなんですけど、まあ、シワ感はいいですね。若干部分にちょっとした陰影塗装入ってそうに見えますが、っていうくらいのレベルですね、正直言って。なんていうのかな、僕も注目してましたけど、皆さんもそうでしょう。やっぱりね、キラーですよ。まあ、キラーが結構造形、顔の造形完璧で、しかもポージングも可愛らしいということですので、やっぱそれに対になる、やっぱ親友というのかな、親友のゴン。親友のゴンを隣に並べてあげるっていう、まあ、キルアの、まあ、保証サポーター的な役目になるんじゃないかなと個人的には思っております。どちらかといえば、まあ、キルアの方をねおすすめしたいかなという感じがしております。まあね、1体よりも2体っていうところありますからね、フィギュアってね、一緒に並べると良さが出るっていうところありますから、これキルアのお友達として隣に並べたいと思います。というわけで、ハンターハンターヌードルストッパーフィギュアゴンでした。続きまして、ヌードルストッパーフィギュアキルア開封していきます。キルアもゴンと同じように裏面重心で、中身が比較的動きやすいかなと、ゴンよりも比較的動きやすいかなという感じがします。で、キルアもちっちゃい、キルアも小さい、めちゃくちゃ小さい。こんなヌーストって小さかったか。まあ、ゴンとキルアはね、可愛い子供ですから、まあ、それにしても小さい。というわけで、キルアの方を開封してみました。やっぱ可愛らしいですね。これは顔当たりなんじゃない、顔当たりなんじゃないかな。角度によってもいいし、あー、これはね、キルア当たりですよ。これはキルア当たりだ、可愛いもん。これちゃんとパッケージ通りにちゃんと再現されてますね。うん、これは可愛い。個人的にはこう斜めのポージングが好きかな。こう斜めで飾りたいね。あとでもね、ゴンと一緒に並べますが、いや、これはめちゃくちゃ可愛い。これはね、ゴンと並べたらこれ最高ですね。で、しかもチョコのせいというか、ヌードルストッパーということで、ちょっとね、ちょっとした段差にこんな感じで置けちゃうしっていうところで、飾りやすさも素晴らしいんじゃないかなっていう感じがします。でですね、細かな造形部分見ていきましょうか。髪の毛ですよね。髪の毛に関しても造形細かいですね。うん。髪の毛の造形細かいですし、まあちょっとね、見づらいけど、ちょっとね、ちょっとした塗り分けというかありますね。襟足の部分がちょっと濃いめの紫になってて、他はちょっと白目という感じ。髪の毛先の部分がちょっと濃いめの紫になってたりっていうのが見られますね。顔のプリントも申し分ないですし、正面から見るよりもやっぱこう、ちょっと斜めから見た方が、まあより良さが引き立たれるんじゃないかなという感じがします。で、あとはですね、このキラーの T シャツというか何でしょうね、この服。この服なんですけど、これもシワ感塗装ちょっと入ってますよね。うん、ちょっとした陰影塗装入ってますね。キルアのこの白い肌、なんでこんなね、日焼けしないの、なんでこんな日焼けしないの。こういう肌、白いこのツルツルの肌にね、生まれたかったですね。まあね、全体の造形としてはプライズなので、どちらかというとね、顔の造形と構成、それが良ければ僕はいいかなと思ってます。プライズフィギュアに関しては、まあ、塗装もね、あったらラッキーくらい。あと造形もキングオブアーティスト並みの造形があったらすごいってなるし、あとルミナスター並みの塗装があったら、まあ、これすごいなってなるけど、まあ、基本は顔の造形ですよ。顔が似てるかっていうところ、であとはサイズ感とどういうポージング構成なのかっていうところですよね。まあ、その点に関してはプライズの中ではもう満点レベルというか、もう9割評価、もう90点以上、80点以上、
そのくらいの評価になるんじゃないかなと個人的には感じております。これはね、間違いなく人気出るかなと、ゲーセンでね皆さんゲットしたくなるんじゃないかなと思っております。続いて一番くじの、デイオブディパーチャーのマスターライズのキルアとゴンとね一緒にちょっと比較していけたらなと思っておりますので、続いてそちらのコーナー行っていきましょう。フレナチャンネル。一番くじハンターハンターデイオブディパーチャーキルアとゴン持ってまいりました。久しぶりにしっかり見たんだけど、ゴンめっちゃ顎出てるな。これ一番くじのゴンめちゃくちゃ顎出てるな。若干情の内化してる感じしますか。ポージングとか塗装とかいいんですけど、若干顔が情の内化してるゴンでございます。一番くじキルアはやっぱりクオリティやっぱすんげー高いっすね、これ。うん、めっちゃ高いわ。塗装とかもやっぱ一番くじマスターライズだなという感じですよね。いいっすね、やっぱりいいっすね。やっぱりね、こう2体で並べるとめちゃくちゃ良くないですか、キルアとゴン。やっぱね、キルアがいいね。このポージング、この角度が一番いいっすね。このキルアはかなりね、今回のキルアも評価点高いんですけど、まあ個人的にはね、もうちょいゴンが、まあ、キルアくらいちょっとアニメの再現というか、アニメの再現じゃないにしても、もうちょっとね可愛らしく造形してくれると、ちょっと個人的には嬉しかったかなという感じがします。まあゴンのね顔の作りの難しさをね感じますよね。でしかもね、ハンターハンターのプライスフィギュアめちゃくちゃ熱くて、まあ、9月だったか忘れちゃったんですけど、画像ポン出しますね。クラピカとキルアのバイブレーションスターズ出るんですけど、マジでクオリティエグいと、まあ、これねキルア絶対ゲットします。鎖のくねクラピカめちゃくちゃ良さそう、めちゃくちゃ良さそうなんで、これはねクラピカとキルア確実にゲットしたい。この流れでね、バンプレさん、これゴンのめっちゃかっこいいやつ、ゴンのかっこいいやつ、ゴンの結構ガチなやつ、プライズでね出してほしいなと。バイブレーションスターズでゴンの結構ガチってるやつ出してほしいなと思います。楽しみにしております。でですね、それではね最後総評価の方いっていきましょう。はい、というわけでまずゴンの評価レビューやっていきたいと思います。まず顔の造形ですね。こちら顔の造形 3.3 とさせていただきます。ゴンの表情ね作るの難しいと思うんで、その中ではね、まあ、悪くないと思いますが、まあ、今回キルアがちょっと良すぎるっていうところで、まあ相対的に 3.3 くらいがいいかなというふうに感じております。はい、続きまして全体の造形ですね。全体の造形こちら 2.5 とさせていただきます。まあね、プライスの中でまあ平均じゃないかなという感じがしますね。続いて塗装ですね。続いて塗装、こちらの方は 3.0 とさせていただきます。まあ、塗装に関してもさっきも紹介しましたが、髪の毛のちょっとした陰影塗装で、シワ感の陰影塗装ですね、服のシワ感の陰影塗装なんかもまあね、ほんの少し見られるんで、まあ、3.0 でいいんじゃないかなというふうな気がしています。続いて構成ポージングですね。続いて構成ポージング、こちらが 3.5 とさせていただきます。うん、ここが一番僕的には評価高いかなという感じがしております。左手をね突き出しているゴンらしいというか、ゴンらしいポージングに加えて、あとはキルアとついで並べられるっていうのがいいですよね。その構成をねヌーストさんが、風流さんがねこう構想してくれたっていうところが個人的には素晴らしいポイントかなというふうに感じております。あとはねサイズが小さいので、さっきも言いましたが、非常にフィギュアライトユーザーの方でも飾りやすいフィギュアになってるんじゃないかなという点で、評価点高いかなというふうな感じがしております。続いて総評価おすすめ度になります。総評価おすすめ度、こちらはですね 3.5 とさせていただきます。そうですね、全体的に、まあ、悪くはないフィギュアですね。注目度もあったし、ゴン推しの方もねぜひねゲットしていただけたらなと思っておりますので、今回悪くない点数として 3.5 点付けさせていただきました。皆さんもねぜひゴンゲットしてみてください。というわけで続きまして、キルアの総評価レビューやっていきたいと思います。まず顔の造形ですね。まず顔の造形、こちらは 4.0 とさせていただきます。顔の造形プライズとしては本当に高評価ですね。素晴らしいじゃないですか。ちょっとだけね角度ずらした時のキルアの表情が僕たまらんく好きですね。これはおすすめしたいなと思います。続きまして全体の造形ですね。全体の造形、こちらが 3.0 とさせていただきます。ゴンと一緒でね、ポージング自体がそんなに複雑じゃないので、まあ、造形面に関しては目立った、なんだろうね、かっこよさというかはないんですけれども、服のシワ感だったりっていうところもしっかり造形されてますし、あとは髪の毛の造形ですね。しっかりこのキルアのなんかふさふさのね、この可愛らしい白っぽい髪の毛もしっかり造形されてますので、まあ、これ 3.0 くらいでいいんじゃないかなと思っております。続きまして塗装ですね。塗装、こちらが 3.5 とさせていただきます。まあね、塗装結構いいですね。先ほども言いましたが、襟足の部分ちょっと紫っぽくなっていたりとか、服の陰影塗装含め全ていいんじゃないかなという感じがしております。続きまして構成ポージングですね。構成ポージング、こちらが 4.0 とさせていただきます。先ほどのねゴンと一緒で、キルアに関しては顔の造形と
同じくらい構成ポージング素晴らしいなと思っております。まあ、個人的にはね、こう左足をねちょっと上げてる感じがまた可愛らしくて好きなんですけれども、まあ、ポージングといい、あとはねサイズ感ですよね。さっきも言いましたが本当に飾りやすい、まあ、ちょっとフィギュアコレクターとしてはちょっと小さいかなと思ったんだけど、まあ、これがプライズの良さですよ。フィギュアライトユーザーの方でも飾りやすいサイズ感で出してくれてるってところが、まあ、高評価かなということで 4.0 つけさせていただきました。続きまして最後ですね、総評価おすすめ度になります。総評価おすすめ度こちらは4.0 とさせていただきます。期待通りのクオリティだと思っております。これはね皆さんぜひね期待通りだと思っていただいて、ぜひねゲームセンターでねゲットしていただけたらなと思っております。ここはゲットして損はないです。本当にいいフィギュアだと思っておりますので、こちらぜひゲットしてほしいということで 4.0 つけさせていただきました。クレナチャンネル、はい、というわけでいかがだったでしょうか。このフィギュアはねやっぱり皆さんぜひゲットしてほしいですね。サイズ感もいいですし飾りやすいという点でも、あとはねやっぱ構成ポージングが今回素晴らしいなというふうに感じました。こうねグーをね突き出してる感じもまた可愛らしくていいですよね。これはねぜひねお家に飾ってほしいなと感じました。というわけで私クレナチャンネルの方ではですね、こういったフィギュアの開封レビューであったり、一番くじ系の動画、そしてクレーンゲームの攻略動画様々アップしております。もしよかったらね他の動画も見ていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。でですね、私クレナチャンネル6月末までにチャンネル登録者1万人を目指して活動しております。もしねこの動画面白かったな、参考になったな、良かったなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。今回はこの辺でバイバーイ。いや、やっぱキルアが最高すぎるわ。こちらのフィギュアがマジで気に入りすぎちゃって、セリアの方でねちょっといい感じにヌースと飾れるような台座売ってないかなって見に行ったんですよ、100円ショップのセリアでね。そしたらねなんかめちゃくちゃいい感じのこの木箱っていうか、フーリさんがね公式で出してる画像をポン出しますけど、まあ、いい感じにレンガのねところに座ってる画像になるんですが、こんな木箱も良さそうじゃないですか。どうですか、ヌースとねこうやってちょこんと飾るときに、まあ、その時の台座っていうか、まあ、座る部分っていうか、まあセリアとか100円ショップに結構ねいろんなの売ってるんで、僕は今回これが良かったんで買ってみたんですけど、もしよかったらねこちらのね木箱用ディスプレイですね、これヌーストに限らず他のフィギュアでもなんか使えそうな気がするんで、もしよかったらねセリアさん行ってみて、なんかディスプレイ用のなんだろう台座みたいなやつちょっと買ってみていかがでしょうか。ぜひねセリアさん行ってみてください。